しくお願いします。はい、どうぞ。じゃあ、今日はここでお伺いしたのは、まあ、20年に、まあ、県の富士山で5人だけやって、まあ、出していただくことも大変という形で、やっていただいて、本当にもう順調に上げて、大変喜んでいる状況でございますけれども、まあ、大体、この高校には、大体、タレイから100名、ぐらいが通学をして約20分かかるわけですよ。ここまでですね。で今度、まあ、それと障害のある方とか、まあ、基本内外からそういうような募集等があって、どうしてもその交通のアクセスがですね、緊急の課題ということで、幸いにして、まあ、タラコクは JR 沿いに時期にすぐ横にあるものですが、うん、なんとかその JR の敷地を利用してですね、新しく、まあ、駅舎を作っていただけばというのは、まあ、要望でですね、今度、まあ、保護者からも今日見ての価値が見えとってですけども、そこはぜひ知事さんにお願いをしたいということで、まあ、設置にあたっては、まあ、周辺整備会合でいろいろ大変と思いますけども、なんとか JR 等にですね、呼び掛けいただいて、まあ、タラちゃんも一緒になって、ここに同行しますから、そこは君の内容のことをですね、ぜひ。さんにお願いしたいということで今日お伺いしたわけでございます。よろしくお願いします。はい。